久美が道長の父・藤原金家、縁旦那康則を受訴するために金家の扇を手に入れる場面が書かれました。この場面について、源の明子を演じている滝内久美さんが制作陣を通じてコメントを寄せてくれました。より小さい源の明子は、本音と建前というのがしっかりとある女性。自分の目標に対する心がしっかりしている人だなという印象があります。 金家さんが父上はご息災ですかと問うシーンでも父は亡くなりましたと答えれば良いものを父は太宰府から帰った後見まかりましたという風に答えるんですねそうやってこと細かく答えるその受け答えが彼女の真のある部分だなと思っています彼女の中にはあなたもどこかで関わっていたはずですよねということを思い出させるような意味合いがあったと思うので そういった言葉を金家さんに投げかけることができる秋子というのは強い女性だなと思います。より大きい編集者 A、以下 A、源の秋子の父源高明は、第五天皇の王子ですが、厳正を与えられて親戚降下します。毛並みの伊佐から佐大臣に任ぜられますが、藤原氏の陰謀で太宰府に左遷されるという菅原道真と同じような境遇となります。愛菅原道 に戻ることななくく府で亡くなります演技3年903のことです数年後に都が新刊を受ける事件が相次ぎます黒丸演技8年908道真左遷に関与した藤原の菅根が落雷で死去黒丸演技9年909道真左遷を主導した藤原時平が急死39歳黒丸演技13年913 道真左遷に関与した右大臣原稿が高狩りの際に転落し黒丸演技15年915カルデラ湖である十和田湖が大噴火黒丸演技23年923同心を左遷した醍醐天皇皇太子の安明親王母が時平の妹が21歳で皇居2年後安明親王の王子で皇太子となっていた吉寄親王が5歳で皇居黒丸延長8年 清陵殿に落雷。道真左遷に関与した大納言藤原の清面に落雷が直撃死即し、宇宙弁平清も死去。A、道真左遷に関わった貴族からこれだけ、変死者が出たら、怨霊を疑わないわけにはいきません。朝廷が道真の怨霊封じのために、北野社、北野天満宮などを建立するのも無理ありません。それだけ、 道真の怨霊が恐れられたのでしょう。愛ということは、道真と同様に左大臣から太宰府に左遷された源の高昭の怨霊か、もう恐れられたのではないでしょうか。え、源の高昭は太宰府から京に戻りますが、不遇のまま亡くなります。亡くなったのは天元五年、九百八十三、ですから、道長と源の昭子の結婚は高昭の死後五年目になります。高明の 音量化を防ぐギリギリのタイミングだったといえば大げさでしょうか。愛娘の源明子を取り込み、明子の兄元と仕方、縁、本田大輔の立身を保証する。確かに高明の音量化を防ぐ手立てとも思えます。A、劇中では、藤原兼家一族が源の高明の音量化を恐れている場面は登場しません。わずかに先行、縁、吉田洋 がやんわり触れていた程度でしょうか一方で源の明子は金家を受訴しようと試みています。こちらはフィクションだと思いますが大河ドラマでなかったら高明の怨霊を恐れる藤原一族バーサス金家を受訴しようとする源の明子がそれぞれお抱えの陰陽師を雇い平安京を舞台に祈祷バトルを展開してもおかしくはありません。 相そうした歴史的背景を踏まえた上で源の秋子役の滝内久美さんのお話の続きをどうぞより小さいやはり金家さんに会えるまでの年月は非常に長かったと思うんですね父が失脚した後道長の姉戦士さんが養女のように育ててくださってそのおかげで何とか自分の居場所があったわけですしその戦士さんの後ろ盾のおかげで道長のめかけになれたわけですがやはりそこに行くまでに つまり金家さんに近づいていくまでにいろんなステップを踏んでいかなければならなかったんですよね。より大きいより小さいそれでも受訴をするという自分の思いに関してはそれだけ強いものがあったのであえた喜びとある種の喜びと自分の復讐心が増幅していく思いでも受訴するという目的はありますから演じていてその本人に対して怒り狂うのではなく。 一種の穏やかな気持ちに達観していくというような思いにはなりましたね。だから、なんだか必然と笑みがこぼれると言いますか、笑。どうしてかは分かりませんが、そういう風に演じた方がいいだろうなと思っていましたしいろいろと複雑な思いはあるけれど不思議な感覚にいけたようなシーンではありました。より大きい A。 滝本さんのお話を聞いて、源明子の強い意志が強調されている箇所があるので触れたいと思います。劇中で、金家から、父上はご息災ですかと問われた源明子は、父は亡くなりました、と答えずに、父は太宰府から帰った後、見まかりました、というふうに答えました。大河ドラマのオールドファンの方の中には記憶されている方がいるかもしれませんが、 1976年の風と雲と虹と、で似たような場面がありました。上京した平将門、縁、加藤剛、がサ大臣藤原の忠平、兼中谷昇る、から、父の平野義政、縁、小林啓事は息災かと尋ねられます。それに対して正門は、父はすでに亡くなっていると答えます。このやり取りは、中平の芸師、大中富の安次、縁、 村上富士をお返しして行われたのですが、芸師の安次は正門を激しく叱責します。愛なぜでしょう。ええ、父はすでに亡くなっているといえば、中平が平の義政の死を知らなかったことを明らかにしてしまう。それでは忠平に恥をかかせることになるというのです。正門は、どのようにお答えすればよかったのでしょう。と問いました。それに対して、芸師の安次は、 生きておりますればゼロ歳になりますと答えるのが正解だというのです。あいなるほどそうした受け答えが正解というのなら源の明子の答えは常識を逸脱していてそれだけに意志の強さが強調されている場面だということですねさすが女王 A 劇中では「明子女王」と称されていますが父の源の孝明が厳正を与えられ親戚降下していますから実際には女王ではありません。 ただ、第醐天皇の孫ではありますので、通称的な故障という設定なのかと思います。愛社長じゃないけど、社長さん、と呼ぶような感じですね。まあ、何はともあれ物語はさらにスリリングな展開になって目が離せませんね。黒丸編集者 A、月刊、サライ元編集者、現、書籍編集、藤原一族の陰謀史などが収録された、 ビジュアル版逆説の日本史に古代編したなどを編集古代史大河ドラマを活動する立場から光る君へに伴奏する黒丸ライター愛文化系ライター月刊さらに等で執筆さらに2024年2月号の紫式部特集の取材執筆も担当お菓子の歴史にも詳しい光る君へ の大事を手がけている根本地さんの金文字教室に通っている。猫が好き。